ブラキロホサウルスは、白亜紀後期に、現在の北、アメリカに生息していた中型のハドロサウルス科の恐竜の属の一つである。複数の骨格やボーンベッドが、モンタナ州のジュディス・リバー層やアルバート州のオールドマン層で発見されており、7650万年前頃、生息していたと見られる。俗名は古代ギリシャ語で、短いを意味するブラッケスとトサを意味するラホース。 トカゲを意味するソウロスの組み合わせで、目の上の短いトサカにちなんだものである。人との大きさ比較復元図この恐竜の目だった特徴は、頭骨の上に平らげ、パドル状のプレートを形成している個室のトサカである。トサカが、頭蓋天井全体を覆うほど発達している個体も、あれば、より短く、狭い個体も発見されている。研究者の中にはこのトサカを押し合い闘争に、 使用したとするものもいるが、それほど十分に頑丈なものではない可能性がある。他の目立つ特徴としては、他のハドロサウルス類に比べて前肢が長いことと、上顎の分部が広いことが挙げられる。上記の点を除くとブラキロフォサウルスは一般的なハドロサウルス類であり、体長は生体で9メートルほどになった。他のハドロサウルス類と同様に、 口に方に構造と数千の歯が詰まった、デンタルバッテリーを持っていた。歯は、咀嚼に、効率的に使用された。これは、爬虫類では珍しいが特徴だが、ブラキルフォーサウルスのような長板類恐竜では、一般的な特徴である。2003年にブラキルフォーサウルスの骨格から、ヘマンギオウマ、類研形成繊維種、転移性のガ骨が細胞種などの主要の証拠が見つかった。 ロートシルトへ通るでは CT や蛍光板投資法で椎骨の腫瘍が調査された。エドモントサウルス、ギルモレオサウルス、バクトロサウルスなど他のハドロサウルスでも調査され、同じく陽性であった。1000以上の化石が同じ方法で調査されたが、腫瘍はブラキロフォサウルスと近縁種でしか発見されなかった。これらの腫瘍は環境要因か遺伝的傾向の可能性がある。 ブラキロフォサウルスは最初1953年にチャールズ・スタンバーグにより1936年にカナダ・アルバータ州で発見され当初はグリポサウルスのものと考えられていた部分骨格に基づいて記載されたこの化石は1988年にジャック・ホーナーがビー・グッド・ウィニーを記載するまでは記載された唯一の化石であったビー・グッド・ウィニーは モンタナ州のジュディスリバー層で発見された。後の研究では、両者の違いは別種とするのには十分ではなく、違いは頭骨を構成する骨の一部が誤った向きにされたためである可能性が示された。ブラキロホサウルスはカナデンシスという種名であるにもかかわらず、後続の発見ではアルバータ州よりもモンタナ州からよく発見されている。 レオナルドの頭骨と首を腹側から見たもの1994年にアマチュア古生物研究家のネイト・マーフィーが完全無垢で損傷のない骨格を発見しエルビスという愛称が付けられた。マーフィーとそのチームはジュディス・リバー恐竜研究所ではさらに印象的な発見に遭遇した。2000年に完全に関節し部分的にミイラ化したブラキロフォサウルスのアの骨格が発見され、 レオナルドという愛称が付けられた。この骨格は史上最も壮観な恐竜の発見の一つであり、ギネス世界記録にも収録された。続いて、ほぼ完全な華奢な骨格、ロバータと皮膚の印象が残された幼体の部分骨格、ピーナットも発見された。2008年には、ヒューストン自然科学博物館の広報コーディネーター、スティーブン・コーアンにより、 レオナルドと同じ領域で骨格が発見され、マルコという愛称が付けられた。ブラキロフォサウルスのように州立恐竜公園の恐竜公園層ではあまり一般的でないハドロサウルスの化石は地域を移動する間に死亡した個体のものである可能性がある。より高台に生息し、映像、接触していた可能性がある。禁煙種。 ありがとうございます。